奴隷のご時世にチャンバラなんて流行らねえっつーの。坂田銀時、天然パーマがトレードマーク。甘いものが大好きで血糖値高めのこの物語の主人公みたいな人。銀さんも助けて。志村新八、ツッコミ担当。侍魂を学ぶため銀時の元で働いている。銀ちゃん、こっちにはいなかったの。神楽、宇宙最強戦闘民族ヤト族の一人。可愛らしい外見とは裏腹に結構毒舌。何これ。貞治、神楽のペット、謎の巨大宇宙生物。あら皆さん、偶然ね。猿飛あやめ、通称さっちゃん。元お庭番衆のエリート忍者。分かってくれるよな、貞治。あっあっ貞治、いい加減に。すみません、配信してくれよ。よろずよ銀ちゃん。けお客様、泥棒せい。いねえよそんなやつ。すまんな。え、あれ、月が自己ついて。うわちげえよ、ペガサス流星座はこっからこうしてだな。バカお前、あれはペガサス座の奇跡を描いてんだよ。ハットリ、てめえ何やってんだ。中学生の休み。おい、なんとか言え。おやー、踏めろ。ああ、そして今日も猫は夜を跳ねるのだ。おお。始末屋モード、オン。で、なんでお前がこんなところにいんだ。どういうことだこれは。ああ、見ちゃった。ナース町に行っちゃおうかな。それじゃあギッちゃん、ちょっと横になってくれる。待ってろ、今すぐナース町。それじゃあ私、ちょっと売店行ってくるけど、なんだっけ、サンデー買ってくればいいのよね。少しの間くらいカッコつけてられねえのか。無理無理、僕には無理だよ後輩。仲間の士気を高めるには副長健在の姿を見せつけねえとダメだっつんだよ。ふざけんな。人を殴る時だけ復活してすぐ元に戻りやがって。銀時様、今でござんす。よっしゃ、決めるぞ。ケツナ流奥義、ケツナボンバー必殺技炸裂。これはドーマン選手、早くも敗北。うっ、消え。あ、ごめん銀時様。あ、はい、1、はい2、はい3。待て、下 SM バッティングセンターだった。とんでもねえド S レッカーがバッターボックス立ってんぞ。いや何そのバッティングセンター。はい、せーの。つーかアニメスタッフ、そんな手抜きが許されるとでも思ってんのか。もっと真面目にやれ。